解決を急がねばならぬ。神の恵み厚きはずのこの都で罪なき女性が3日続けて殺されたのだ。人々はおののき、信仰が揺らいでいる。何か情報があればぜひ私まで知らせてほしい。犠牲者には明らかな共通点があってな。3人ともバラ色の髪をしている。そう、まさにあなたのような。あなたも標的とされるかもしれない。くれぐれも気をつけるのだ。午後繰り返します。遅いですね。機体機の周辺を封鎖しました。何かあったのだ。嫌な予感が。皆様のご協力をお願い申し上げます。例の事件の関係か。いえ、関係あるかはわからないのですが、実は交代の時間になっても同僚が来ないのです。事件に巻き込まれたんじゃないかと心配で。同僚ということは駅員だな。ええ、お調子者ですが臆病なやつでしてね。名前はホムスと言います。もし見かけたらソートンが心配していたと伝えてください。わかった。ホムスという駅員を見かけたらお前の話を伝えておこう。待て、待ってくれ。俺は闇の狩人のことなんか何も知らない。闇の狩人がどうかしたのか。犯人に関わりがあるようだ。なんだ、闇の狩人を知らないのか。ルクセリオの影の主、暗黒街に語り継がれる男さ。まあ実は会ったことはねえんだけど、俺闇の狩人とマブダチだって周りに言いふらしちゃってさ。そこへ来てこんな事件だよ。解放者を殺すとかいう闇の狩人とマブダチだなんて嘘なのに、お上が冗談を本気にして俺を捕まえに来るかもしれないだろ。それでビクビクしてたんだ。あんたのことも役人だと思ってたよ。今終焉を迎え、何か情報でも掴んだのか。うん、興味深い話だ。我々も詳しく調べてみることにしよう。情報提供に感謝する。また何かあれば知らせていただきたい。お前は駅の職員だろう。同僚が心配していたが。同僚？ああ、もう交代の時間でしたか。でも今はそれどころじゃ。実は俺見てしまったんですよ。時計塔に人形を吊るした連中を。そいつらが潜んでるかと思うと怖くて仕事なんか行けませんよ。犯人を見たのか。詳しい話を聞かせてくれ。俺を駅までガードしてくれたら話します。ここで言うのはちょっと誰に聞かれてるか分かったもんじゃない。いや、これは物騒なことになりましたね。闇の狩人が解放者を殺すだろうって言葉、まるで予言みたいにも読めませんか。噂では女神の信徒たちは予言の書というものをとても大切にしていると聞いたことがあります。見れば未来を知ることができる不思議な物体だとかなんとか。異端の信じる予言、どんな内容かは見当もつきませんが、事件を起こす理由にはなりそうですよね。ホームス、無事だったんだな。気になって仕事も手につかなかったぞ。すみません先輩、事件に出くわしてすっかり怖くなっちゃって。でも言い訳ですね、仕事を投げ出すなんて俺最低です。あ、いや、君が無事ならそれでいい。実は昔後輩が魔物に襲われて亡くなったことがあってな。君がなかなか姿を見せないからその時のことを思い出して余計な不安を募らせてしまった。そんなことがあったんですか。何も知らなくて心配かけてました。わかりました、俺これからは絶対遅刻しません。もし俺が遅れると先輩が辛労でどうかなっちゃいますもんね。互いを思いやる心に魂の平安を。約束通り俺が見たことを話します。時計塔から人形を吊るしたのは混沌の女神エトロを崇める女神の信徒たちです。事件を調べる審問官に伝えようと思ったんですが、犯人に目をつけられそうで話せなくて。
先ほどの協力に感謝する。ん？また新たな証言でも得られたか。なるほど。こちらでも犯人の目星はついている。しかし、その動きがつかめずにいたのだ。おかげで全貌がかなり見えてきた。おそらく犯人は近くに潜んでいるだろう。封鎖はこのまま続けねばなるまいな。ねえお姉さん、女神を信じてる人たちってやっぱりみんな悪い奴らなのかな。あいつらこの辺りにいつも集まってるよ。白い服を着て予言がなんとかってブツブツ言ってるからすぐわかるよ。こないだは街を歩く女の人をじっと見てたよ。次に生贄にする人を探してるのかな。怖いよね。女殺しの犯人が異端であることを疑う者はいません。救世院もそれを前提に捜査を続けています。死の女神エトロを奉じる狂信者たち、彼らは白い装束に身を包みこの近辺に集います。彼らが町の外れにある墓場の電話を使っているのを見た者もいるそうです。密かに通じ合い闇にうごめく輩、一体何を企んでいるのでしょうか。やっぱりあいつらいつかやらかすと思ったのよ。毎日夜中になると白いローブに身を包んだ連中が集まってきます。白と言っても救世院の人じゃないわ。きっと闇の狩人とかいう極悪人が率いる異端の徒です。彼らはいつもこの駅前広場のあたりに堂々と集まっているのです。その後でどこかに向かってるみたいで、もうそろそろ出てくる時間じゃないかしら。よもやま話をしに来たわけではあるまいな。事件に関係する話なら聞かせてもらおう。女神の信徒という連中が集まっている。区画封鎖を解除すれば奴らも動き出すはずだ。奴らを泳がせてみろと、悪くない提案だ。いいだろう、私の責任で封鎖は解除しよう。実はいくつか目撃情報が集まっていてな。例の人形を吊るしたのは女神エトロの信者とも。そうだな。ほう、そこまで知っていたか。近頃は聖なる都の中枢でも奴ら異端がのさばるようになった。あの愚か者どもは神の救いを信じておらん。それゆえ絶望しこのような事件を引き起こすのだ。哀れな者たちよ。輝ける神ブーニベルゼの恩寵を信じてひたむきに歩めば魂は解放され救われるというのになぜわからないのだ。皮肉なことだが、奴らが解放者を否定したことで神を信じる私の思いはかえって深まった。あるいはこれもまた解放者の導きかもしれんな。信じることで救われるなら信じたいように信じればいい。物騒な出来事が続きますね。女神の信徒に闇の狩人、コートで暗躍する者たちの目的は一体何でしょう。女神への誓いを示せ。森の闇は濃く、カオスの霧は深い。死を恵む女神エトロに捧げる今宵の数は7891。儀式が始まる。急ぐがよい。見ていたかホープ、儀式に潜り込む方法が分かった。電話が鳴ったら数字4つの暗号を告げる。正解すれば門が開く。シンプルですね。問題はその暗号だな。今の数字はもう使えないだろう。暗号の手がかりが必要ですね。お主ハンター志望だの。カオスに心をやられて命を捨てたくなったか。それとも恋にでも破れて捨て鉢になったか。お前の話も素性にもあいにく心当たりがないな。このわしを知らずに声をかけるとはとんだ世間知らずだの。だが
話の続きはまずこれを買うてからだの。こいつを持てばお主も一人前のシードハンターよ。まだ肩書きだけだがの。シード、種のことか。その通り。お主らの仕事はソウルシードを集めること。視界の闇に灯る小さな光、あれはカオスから生み落とされる寸前の魔物の種子なのよ。これが良い飛躍の材料になるとかいう噂での、ある組織がいいねで買い取ってくれる。ソウルシードを集めて持ってくれば、わしが相応の値段で引き取るぞ。マザイヤは全部で4人おるぞ。ユスナーンに1人、ウィルダネスに1人、デッドデューンに1人、そしてこのわしよ。ソウルシードを売りたいときはわしらマザイヤを探すがええ。目印はこのこじゃれた帽子よ。ちょんちょこりん、あなたは今壁にかかってるこれ、これが気になって話を聞きたくて仕方ない、そうよね。お前の方こそ話したくて仕方ないようだが。さすが分かってらっしゃる。さてさて、あなたには壁のこれ何に見える？伝言板だろ。ノンノン、ただの伝言板じゃないわ。これは祈りのキャンバスという魔法の板。誰かの思いを映し出す古の妖術がかかってるの。例えばお星様に向かってお祈りをしたりん、噴水にコインを投げてお願い事をしたりん、世界中の切ない祈りに込められた強い思いが文字になって浮かび上がってくるわけ。誰かの祈りが見えるというのか。そう、魔法の文字でね。でもあなた以外にはただの落書きに見えてるはずよ。あんな場所に落っことしちゃうなんて。もう二度と帰ってこないよ。どうしたんだ、何かなくしたのか。うん、僕の大切なカーバンクル、綺麗な緑色のアンティーク人形だよ。ずっと大切にしてたのに。簡単に諦めるな。もう一度よく探してみたらどうだ。無理だよ。人形はカオスにさらわれたの。カオスに飲まれたものは見えない空間に消えちゃうんだよ。目に見えなくても消えたとは限らない。取り戻す方法があるかもしれないぞ。本当？信じられないな。だったら私が見つけてやる。探し物は緑のカーバンクル人形だな。壊れゆく世界の子供たちは。今日は大変遺憾な報告をせねばなりません。多くの市民が命を落としました。新たなる世界を見ぬままカオスに召された魂に代わり、我らは光の神への祈りを新たにいたしましょう。お帰りなさい、ライトさん。気力を捧げて世界に時を注ぎましょう。祈りを。滅びゆく世界にせめてもの恵みを。少し気力が及ばなかったようです。こちらまで来ていただけますか。あの木は聖樹ユグドラシル、この世の命を司る聖なる木です。ユグドラシルは気力を糧に成長します。生命の霊木
ユグドラシルを育てれば世界そのものの死を遅らせることができます。神が目覚める第13日まで気力を捧げて木を育てれば世界に残された時間を継ぎ足すことができるんだな。ライトさん、これから重点的に調べてほしい場所があります。強いカオスが観測された5つのポイントです。5箇所か。一つはスノーの宮殿だな。ええ、眠らない町ユスナーンの宮殿です。それから聖なる光の都ルクセリオに1箇所、灼熱の砂漠デッドデューンにも1箇所、さらに緑豊かなウィルダネスでは2つの巨大な歪みがあります。4つの地方に5つの場所か。正確には場所というより人でしょうね。例えば今のスノーのように心に深い闇を、並外れたカオスを抱えた者たち、そんな人間が4つの地方に5人いるようです。そいつら5人の事情を探れと。優先して取り組むべきでしょうね。彼ら個人を救うというより世界を救うために、彼らが背負う重い業を払うのは解放者にとっても難しい試練になるでしょうが、僕も手伝いますから。あえて残酷なことを言います。多くの人々が魂の解放を待ちわびていますが、全員を救うことはできません。だろうな。世界に残された時間は限られている。嫌な言い方ですが効率の問題です。重い業を背負った魂を解放できれば大きな気力が得られるのは確かです。ですがそういう魂を払うのは難しい仕事になります。時間をかけて取り組んでもどうにもならないこともあるでしょう。時間を無駄にしないように、無理なら時には人を見捨てろと。短い時間を有効に使ってできるだけ多くの魂を解放する。そうやって気力を積み重ねることで世界の寿命が伸びていきます。誰かを見捨てて稼いだ時間は別の誰かを救うための時間になるんです。ひたすら稼いで無駄に使うな。常に儲けを目論んで費やすならば利益をつかめ。まったく時は金なりだな。この世の時計は12時間で1周ですが、かつては第13の時が存在しました。けれど世界にカオスが溢れた時、第13の時はパラドックスの彼方に消し飛びました。それによって強烈な時空の歪みが生じてしまったんです。それまで1日は26時間でした。現在では24時間しかありません。消滅した2時間は失われた時間と呼ばれています。